ランピピです。ご視聴いただきありがとうございます。アイランドホッピング続きからやっていきたいと思います。ワンちゃん泣いてる。なんか船来たよ。船、嵐を生き延びたみたいだ。黒い旗、海賊か。この辺りの商人かだね。よく注意しておこう。行ってみますか。さ、停泊許可？船の穴を直さなきゃいけないんですよ。修理が済んだら、槍をあげますよ。怒りをあげますよ。私はここの住人に武士を調達しているから顔が広いんです。にゃにゃ。猫ちゃんや。どこ行ってたんだろう、お嬢さん。あの猫を捕まえるのを手伝ってもらえませんか？かわいいな。おるるるワン。ありゃ。あのチビスケはイングランドのある港で拾ったんです。見ての通り本物の貴族ですよ。船での生活を嫌がっているのは明らかです。引き取ってもらえませんか？かわいそうに引き取ってあげたいけど、この子はコーギーを怖がってるみたい。どうやって樽からおびき出せばいいだろう。この辺りにはどんな気位の高い猫もおびき出せるおもちゃがあるよ。でも信頼のハートを稼がなきゃ。信頼のハート。どうやって大ゲージをいっぱい貯めてすべての報酬を。なんか、まあ、やってみるか。はい。枝豆。はい。わかりました。枝豆。枝豆。どうしたらいいんですか？あ、猫ちゃん。あら、これ？これかー。ちょっと頑張りますわ。はい、出た。おめでとうございます。クリアー。みんなついてきてくれやるんやけども。あとついた。次何これ。タスクを望んでハートを集めよう。タスクは、タスクの意味がわからんのよね。やりかけのとこへ。はい、進みます。おめでとうございます。遠方のイベントタスクをクリア、ありがとうございます。うわうわうわ、かわいい。まだどうだわ。答えにだんだん近づいてる。ケロ？奇妙なドアね、開ける方法があるはずだけど。どれ？次の通路でヒントを探しましょう。はい、わかりました。ヒントを探しましょう。こっちや。これもらうよ。ありがとうございます。受け取ります。なんか、ありがとうございます。ついた。このホールはとても整理されてる。すべてが定位置に置かれてるみたい。それに、いえ、何かおかしいわ。これはパズル？いや、何がパズルな？あ、これ？やっぱりね、この部屋で何か完璧でないものを見つけるんだわ。
何やろ、完璧じゃないものって。いいわ、順調。何が完璧じゃないやろ。また一つ見つけれた。何やろ。完璧じゃない、異常なし。完璧じゃないもの？この部屋のお菓子のところを見つけよう。ハートどれや？もう一回。これやね。よっしゃ。ほぼ完璧。見つけたよ。まだあろう？これか。おめでとうございます。部屋の掃除に成功。あ、あ。あむきちゃん？まだどうだわ？どういう意味が込められてるんだろう。お？いけた、いけた。まさかこんなに大変だなんて。まずは橋の修理をしないと。ここには橋を作るのに使えそうな材料がたくさんある。あ、そう。何あります？おめでとうございます！イベントを達成！どう？指で物体を挟んで移動。はい。どこに橋とくるの？ここか？どこに橋とくるの？あ、そういうことね。と思うんだ。いけた！おめでとうございます。橋の修理に成功。完成でも、巻き紙はどうすれば取れるかしら。巻き紙？うん、あれもパズルかな。取れよだけど、そこ行くの。どういうこと？どういうことだろう。あとこれ取りに行こう。の意味がわからんね。ボタンを押して象のポーズを変えよう。あ、そうなんや。これが。ああ、なるほど。これで終わるわ。この人が。はい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 。で、この人が？違うな。違うな。はい。そうじゃない。
違うで。そうやろ？できた。なんかわからんけど。やった、これで巻き紙を手入れられるわ。何か書かれてるんだろう。巻き紙を手に入れた。巻き紙って。はい。ああ、持ったるやつね。今日はいつも黄金の百合の周りに集まっていたが、これらの吉兆は、山々の悪を引き込んだ。それは北の洞窟に住み着いた。悪は金を滅ぼし、この地から蝶を追い出した。そして祝福が消えた。山々の悪？また遠いな。めっちゃ遠いな。あれが採掘口への入り口ね。そうですか。待て待て、さっきのさ、洞窟の場所になんかなかった？何もない？でね。いいよ、エミリー、エミリー。ここ行こう。はい。なんかめっちゃ泣きやる。あら、もう補充しなくちゃいけなくなっちゃった。採掘場。はい。採掘場。これよ。もろたもろた。え？これはまだなかなか遠いわ。なかなか遠いですえ？全然進まない。はい、ちょっと戻りまーす。猫ちゃん。家族の現代利用可能。どういうこと？はい、受け取りました。あ、受け取りました。はい。受け取りました。はい。受け取りました。はい。じゃあ、こもらけた。待ってたよ。お集合。猫ちゃん。出な。はいはい、分かっているんですけど。あと、ここね。これないじゃん。なんか、猫ちゃんがギフトショップのおもちゃを気に入ってくれるといいんだけど。あ、こうやって渡していくね。はい。そうじゃん。来た来た。よかったよかった。あ、遊んでる。辛い時に支えになってくれるお気に入りのおもちゃって誰でもあるわね。いや、よかったよ。
しにも辛い時があったよ。それを乗り越えたおかげで今があるんだ。ねえ、猫ちゃん、魚が欲しい？魚だけの食事じゃ体に良くないよね。信頼のハートを元に手に入れた猫ちゃんに他の餌も試すように説得できるかしら。確か。猫が農場に留まるには食事用のお皿、皿が必要です。お皿？食事用の皿ってどうやって作るの？貝殻は船に打ち上げられたに違いない。食事用のお皿。食事用のお皿ってどこにあるの？わかんないや、とりあえず、こっち。いいよ、これはよ。ありがとうございます、イベント。猫ちゃん欲しいけどね。よし。なんて恐ろしい主語。口から出る蒸気のせいで安全に通りつけられない。レバーでドラゴンの蒸気も解除できるはずだわ。ドラゴンの頭にクリスタルが付けられてる同じ色のレバーで起動するのか試してみよう。ゆっくり。黄色のドラゴン。あ、これ。ドラゴンの頭に赤い石がある。きっとこのレバーだ。一応、開けようやって。どうやって行くの？あ。落とれるわ。それはもうない。無理や。戻ろう。はい、今日はね、ここまで。ご視聴いただきありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。キャンピピでした。バイピー。どうやったらね、猫ちゃんの器作れるかわかんない。バイビー。